こんにちは大和明です今回は臨在録という本の中からいくつかのエピソードを取り出して朗読と読解をしてみましょう本文は岩波文庫臨在録朝比奈草原薬中というものを使っています臨在録というのは臨在宗の宗祖 臨済は9世紀の人で当時中国は唐の国でした臨済録は臨済の死後すぐに弟子によって編集されましたが現在読まれているものは死後250年頃に整理されて確定されたもののようです禅というものはもともとインドで生まれたものですが 6世紀の前半にダルマ大師菩提達磨が中国に伝えましてダルマ大師っていうのはインド人です。それから7世紀頃ですね6祖6番目の祖師エノ王という人が出まして中国に定着したそして9世紀に臨済が出てますます盛んになった。 今日本にある禅宗というのは臨済宗と僧道宗ですが中国でもこの2つが一番盛んであるとその臨済の原稿というものがどうだったか宗教書というものはやはり悩んだ時に役に立ちます私の場合は尺八の演奏とか尺八を作ることで悩んだ時に役立ちました今でも悩んでますから今でも役に立ってます 臨済録の中身は6つの章に分かれていますが今から読むところは第4章の勘弁という章の中のいくつかの説です勘弁というのは本の中によりますと前奏が互いに問答をしてその見識の先進・邪性を探り試みること先進・邪性というのは浅い深い 横島、正しい、その区別を探り試みることというわけでいわゆる全問答のことです。今回はその中から「ふけ」という変わった坊さんが出てくるところを選んで読解してみようと思います「ふけ」というのは不変「普遍、普遍的とかいうふ「ふ」「という字と「化ける」という字で「ふけ」えー、と言いますでは 勘弁の第三節』岩波文庫本の133ページです」「死が初めて臨済院に住職された時老けに会って言った」「わしが南方にいて遺産に書状を持って行った時にそなたが先にこの地に住んでわしが来るのを待っていてくれると行山が告げたのでわしはやってきた」 そなたの協力を得て大幕の収支を雇用しようと思う。どうかよろしくわしの足らぬところを補ってもらいたい。府家はうやうやしく礼をして退出した。国府が少し遅れてやってきた。また氏は同じように言った。国府もうやうやしく礼をして退出した。3日の後、 家が市のところに来てて挨拶しいった。和尚は先日わしに何と言われましたか死はしたたか棒で撃った。また3日すると国府もやってきていった。どうして和尚はこの前フケを撃たれたのですかまた死は棒で撃って追い出した。この本文を読みますと臨済は最初南の方にいたんだけれども。 先輩たちの勧めなどもありましてこの「フケ」という坊さんが住職をしていたお寺を訪ねていってですねそのお寺を継ぐことになったとそういうことを言ってますね。遺産に書状遺産というのは坊さんの名前で遺産に書状を持って行った時にそなたが「そなた」ってのはフケのことです。 そなたが先にこの地に住んでわしが来るのを待っていてくれると行山行山というのも坊さんの名前で行山という人が私に言ったのでわしはやってきたんだとそなたの協力を得て大牧の修士を雇用しようと思う大牧というのは臨済の先生ですどうかよろしくわしのたらのところを補ってもらいたい要するにあなたのお寺を私が継いでですね 私が宗教活動をしたいから手伝ってほしいとこう言ってますね。と臨済自身は言っています。どうも二人の考えに食い違いがあるようですね。ふけは別に臨済に寺を譲るなんて言ってませんよ。わしが来るのを待っていてくれるつまり臨済が来るのを待ってると言っただけです。 臨済を弟子にして育てて育やろうと思ったのかもしれませんところが臨済の方はそなたの協力を得て大幕の収支を雇用しようと思うどうかよろしくわしの足らぬところを補ってもらいたい寺を私が受け継ぐからあなたは私に協力して私の俺を補ってもらいたいと言って俺が先生なんだぞということを言ってますしかし父ケはうやうやしく礼をして退出したって言うんですから 臨在にこの寺を譲るのは仕方がないなぁ、と瞬間的に判断したんでしょうね。なぜなら、自分はもう年をとっているし、それから臨在は若くて、しかも非常に有能な坊さんであることをすぐ見抜いたからです。しかし、3日後にですね、もう一回問題を蒸し返してますね。和尚は先日、わしに何と言われましたかなんか、 お辞儀して臨済の言うことを承諾したはずなのにもう一回「3日前あなたはどういうことを言ったんですか?」などと蒸し返している死はしたたか棒で撃ったっていうことはこれは臨済は一度決めたことじゃないか問題を蒸し返すのはおかしいと言ってるわけですそこでフケは引き下がったわけですねあるいはフケは臨済を試したのかもしれませんね 何しろ初対面ですからね最初に黙って礼をしておいて3日経ってからこの間はどういうことを言ったのですかそういうふうに言うと臨済はどういう態度をとるだろうかもし自分が見て駄目なやつだったら追い返してやろうところが臨済が非常に厳しい態度しかも正しい態度で対応したので引き下がったそういうことかもしれません。 ですから、フケはこの後死ぬまで死ぬまでっていうのはもうすぐ死にますけれどもこの臨在院の中で隠居のような形になりますしかも楽隠居ですから自由奔放な行動ができるわけです臨在に対しても先輩としてものを教えるようなことをしていますそれからここには国府という人が出てきますがこの人は臨在の弟子で ただこれは「フケと臨済」のやり取りの意味を尋ねているだけですのであまり問題にする必要はありません。次に第4節死はある日フケと共におときに信者の家へ招かれて行きそこで問うた1本の髪の毛が大会を飲み干し1粒の消しの中に趣味線を入れるというがこれは不可思議な奇跡と考えるべきか?」 それとも、検証したものに自然に備わる働きであろうか。フケはいきなり食卓を蹴倒した。し、なんと乱暴なことじゃ。ふけ、ここに乱暴とか穏やかとかいう沙汰がありますかい。その翌日またしはフけと共におときに招かれた。そこで通うた。今日の供養は昨日と比べてどうだね。 フケはやはり食卓を蹴をした。死、それで良いは良いがあまり乱暴すぎるわい。フケ、どめくらめ、仏法に乱暴だの穏やかだのがあるものか。死は舌を吐いた。趣味線とは仏教の宇宙観において世界の中心にある巨大な山です。その巨大な山が 一粒の消し粒のし中に入ってしまう。これは漢文の原文では別の言葉が使ってありまして非常に難しいんですけれども要するに人間には理解のできない不思議なことであろうかそれとも修行したものには理解できる当たり前のことなのであろうかということを聞いています奇跡の問題は非常に難しい問題ですそういう難しい問題の答えを 手に入れるためにこそ何もかも捨ててこうやって坊さんになって修行しているんじゃないかと言いたかったんでしょう。一本の髪の毛が大会を飲み干し一粒の消しの中に趣味線が入ってしまうってあなたはどう考えますかって言われたってそれは難しい問題なんだ。<laughs> フケがいきなり食卓を蹴倒したのは 名前優しい手段で答えが得られるような問題じゃないということが言いたかったんでしょうねところが臨済はその食卓を蹴倒したというところだけに心を奪われてなんと乱暴なことじゃ食卓を蹴倒すなんて乱暴じゃないかそしたらフケはですねここに乱暴とか穏やかとかいう沙汰がありますかいこの奇跡とは何かなどという問題を考える時に この解決の仕方は乱暴だとか、この解決の仕方は穏やかだとか、そういうことを言ってはいられない。そう言ってるんですね。ここにっていう言葉が大切です。ここにっていうのは、仏法の真理を追求する場においてっていうことです。つまり仏法の真理を追求する場において、このやり方は乱暴だとか、このやり方は穏やかだとか、そんなことは言っていられない。 どんな乱暴な手段を用いても解決しなければならないんだと言ってるんです。でその日はそれで終わりです。ところがその翌日また一緒に臨済と府家が工事に行ってですねそこで臨済はまた府家がどの程度この問題を理解しているかということに探りを入れるようなことを言います今日の供養は昨日と比べてどうだねこれはわざと聞いたんでしょうね。 例えば昨日の A さんのお葬式と今日の B さんのお葬式と比べてどちらが心のこもった葬式だったかね聞くことに意味があるでしょうかね。「南無阿弥陀仏と南無妙法蓮華経はどっちが功徳のある祈りの言葉だろうかね」とか「お地蔵様と観音様とはどっちがありがたい仏様だろうか」 とか、そういう宗教に関することっていうのは、それぞれの人の心の中に絶対的なものとして存在するんで、相対的なものとして比べても意味がないんですね。そこで、父家はやはり昨日と同じように食卓を蹴倒した。臨在はもともと自分が父家の神廷を探るために意味のない質問をしたってことを知ってるんでしょう。だから。 それで良いは良いがあまり乱暴すぎるわい相変わらず相対的なものにこだわってるんですねそしたらフケがですね「どめくらめ」「仏法に乱暴だの穏やかだのがあるものか」「昨日俺がここに」と言ったのは「仏法に」という意味なんだぞお前はまだ分かってない「どめくらめ」「死」は舌を吐いた舌を吐くというのは驚嘆した時の様子 臨済はにに完全に一本取られちゃったんです次は第5節ですある日死は家用黙刀の長老たちと一緒に騒動の囲炉裏を囲んで「フケは毎日町の中で気違いのような振る舞いをしているが一体彼は凡夫であろうかそれとも仏であろうかなどと噂をしていたするとその話の終わらないうちにフケが入ってきた」。 そこで主は問うた。そなたは一体凡夫なのか、それとも仏なのかフケ。お嬢、まず言ってみなさい。わしは凡夫か、それとも仏か。すかさず死は、カーっと一括した。ふけは三人を刺しながら言った。海王は花嫁。黙刀はおばあさん。臨在は小僧っ子だが、なかなか一見識を持っているわい。 し、この泥棒めフケは「泥棒泥棒」と言って立ち去ったこの話は内容がさっぱりわかりません臨済が海王と黙刀という長老たちと三人で一緒に話をしていたフケは毎日町の中で岸替えのような振る舞いをしているが一体彼は 凡夫であろうかそれとも仏であろうか平凡な人間かそれとも悟った人かということですね凡夫か仏かっていうのはもう少し後でも出てきますからでそこで考えるとしてこの話全体はよくわからないんで皆さんが自分で考えてくださいそもそもこれは禅問答ですから禅問答っていうのは答えを教えてもらうものじゃなくて自分で考えるものですからね。 ただ、は花嫁花嫁というのはなんか舅に遠慮していつもビクビクしている嫁さんのことを言うらしいです。花嫁ってのはそういう人なんだ。黙祷はおばあさん。おばあさんというのはおばあさんが孫を可愛がるようにいわゆる老婆心を持ったくどくて親切な坊さんだ。ところが臨済は小僧 だがなかなか一見識を持っているわいっていうのは臨在はこの2人とは違って若いけれどもなかなか鋭い考えを持っている評価してるわけですね、えー、それから最後に臨在とフケが泥棒泥棒とお互いに言ってますけれどもこの泥棒というのはいい意味で言ってるんだと思います人のものを盗むというのは千人のところでもちょっと触れましたけれども相手の芸 相手の技相手の知識相手の悟りなどを盗んでしまうこと相手の悟りを盗むことができるかっていうのはちょっと難しいですけれども見抜くことはできますよこっちの悟りの方が深ければねそういう意味でお互いに褒め合ってるんだと思います次は第6節ですある日フケは騒動の前で生の野菜を食べていたこれを見て主は言った まるでロバのようだふけはそこでロバの鳴き声をした主は言ったこの泥棒めふけは「泥棒泥棒」と言って立ち去ったふけが野菜を食ってるのを見て臨済が「ふけさんあなたはロバみたいですね」つったらふけがロバみたいに鳴いたって言うんですよ。っていいうのは物にこだわらない ロバみたいだなぁって言われたらロバって何て泣くか知らないけどメーメーってのはヤギだけどヤギみたいだなって言ったらメー犬みたいだなぁってワンワン猫みたいだなぁって言ったらニャーオーとか泣いたんでしょうね自分というものにこだわってないカフカの橋の中で人間は自分から抜け出すことはできないんだっていうことが書いてありましたけれども 自分から自由自在に抜け出して他のものになってしまうっていうのは東洋的な思想の理想の一つです。ここでも臨済とフケが相手のことを泥棒泥棒と言って褒め合ってますね。物にこだわらず自分が何者であるかにこだわらず自由自在に生きるってことはいいことなんだということを認め合っているだと思います。次、7節です。 フケはいつも街灯で鈴を鳴らしてこう言って歩いた。差別で来れば差別で受け、平等で来れば平等で受け、四方八方から来ればつむじ風のように受け、国空から来れば鶴瓶ちに受けると。主は自社をやってフケがこう言っているところを捕まえて言わせた。そのどれでもなく来たらどう受けるか。 フケは自社を突き放して言った。明日は大貧院でお時のもてなしがあるぞ。自社が帰って報告すると主は言った。わしは以前からあいつをただ者ではないと思っていた。フケが街灯で鈴を鳴らしていつも言っていたこれ明暗そうだの下って言うんですけどね明暗は明るいくらいそうだってのは2つ。 打つって言うんでそうだです漢文で言いますと明等来や明等た安等来や安等た四方八面来や扇風太国来やレンガだ日本語に訳せば朗読の繰り返しになりますが差別で来れば差別で受け平等でくれば平等で受け四方八方から来ればつむじ風のように受け 国空から来れば、鶴べ打ちに受ける。これは一体何でしょう差別というのは、分別のことです。西洋の言葉で言えば、理性ということです。人間は世界を理解するときに、これとこれは違うとか、これとこれは反対であるとか言って、区別することによって理解しますね。光と闇とか、過去と未来とか、生と死とか、西洋の学問で言えば、 哲学とか科学とかいうものはそうやって世界を理解しようとするんじゃないでしょうかじゃあ平等ってのは何かっていうと差別と反対で物を分けないで理解するんです世界を世界そのものとして理解しようとする光は闇であり闇は光であるとかですね過去も未来も一つであるとかそういうその理解の仕方があるって言うんですよ難しいんですけどこれが仏教の考え方なんです 空足是識、色則是空って言いますけれども空というのは平等のこと、色というのは差別のことだそうです。私もよくわかりませんが。世界をそういうふうに分別で理解するのを分別地といい、分別を超えたすべて一つのものとして理解する能力を般若の知恵というそうです。ですから、 分別地の問題が起きれば分別で解決し分別では解決できない般若の知恵を必要とする問題が起きれば般若の知恵で解決するってことらしいです四方八方から問題が来たらつむじ風のように解決し国空から来ればつるべ打ちに解決すると どんな性質の問題が起きてもその性質に応じて解決すればよいとそういうこと言ってるらしいですね。臨在は自社お付きのものを府家のところに送ってですね府家にこういうふうに質問させたそのどれでもなく来たらどうするんだ府家は自社を突き放していった明日は大貧院でお時のもてなしがあるぞつまらぬことを聞くな。 明日は大事な仕事がある」とこういうふうに言ったんですね。で自社が帰って報告すると臨済は言った。私は以前からあいつをただ者ではないと思っていた。臨済は老けに一目を置いているんです。第8節は省略しまして第9節。ある時死は軍営のおときに招かれた。門前で幕僚と会うと。 主はそばの柱を指さしてこれは一体凡夫か仏かと問うた幕僚たちは無言であった主はその柱を叩いてもし君たちが答えられたとしてもこれはただの丸太の切れっ端だと言ってさっさと入っていったこの話は案外わかりやすいと思います例えば 今あなたたのの前に1丁のバイオリンが置かれれていたとしますこれは名機つまりストラジバリウスとかですねそういう素晴らしい楽器だろうかそれともボン「盆キって言葉があるかどうか知りませんが平凡な楽器、まあ、ヤマハが大量生産して作ったような普通のバイオリンどっちなんだ聞かれたらどうしますか いやー私はバイオリンなんか弾いたことないから分かりません。分からない人にとっては、それはただの材木に過ぎないんじゃないでしょうか。いや私はバイオリンは分かりますよ。3年間バイオリン練習してますなんて。ビバルディのバイオリン協奏曲、イタン今弾いてるとこですなんて。じゃあそういう人なら分かるでしょうか。そのバイオリン弾いてみて、なんか素晴らしいバイオリンらしいなっていうことは分かるかもしれません。 しかしそれで分かったことになるんでしょうかそれじゃあそのバイオリンでメンデスゾーンのバイオリンコンジェルとオーケストラバックにして弾けますかとそれ弾けないですよね弾け。自分が弾けないのになんでそれが名器だってことがわかるんでしょうかね。誰かがこれはストラジバリウスだぞと教えてくれればそうかなと思うかもしれないけど名器としてそのバイオリンを使ってることにはならないですね。 このバイオリンが名機であるということを自分が証明するってことは案外難しいことですね素晴らしい演奏家がそのバイオリンを弾いてメンデルス・音ーンのバイオリンコンチェルトを名演奏すれば名機なんだろうなってことはわかるとは思いますだけど素晴らしい演奏家レオニード・コーガンとかそういう人が 名器じゃなければ名演奏ができないでしょうかねヤマハの三万円のバイオリンじゃ名演奏はできないんでしょうか素晴らしい名人がヤマハのバイオリンで名演奏しても聞く人は名演奏だなと思うかもしれませんねどんな名人でもストラジワリウスなら名演奏するけどヤマハのバイオリンだと平凡な演奏するんでしょうか仏かボンプかつまり 悟った人人か普通の人かそれを見分けることも考えてみると案外難しいですよ。バカみたいな人が案外悟ってるかもしれないしだからさっきの五節の「ふけは仏か凡夫か」っていうんだって考えてみるとすごく難しい問題になってくるんじゃないでしょうか。この第九節っていうのは非常に短いけどもなんかそういう問題を提起してるんだと思います。ずっと飛ばしましまて 第25節ある日フケは町に行って宗意を施してくれと人々に言った多くの人が宗意を与えたがフケはどれも受け取らなかった主は執事に命じて棺桶一式を準備させフケが帰ってくるとわしはお前のために宗意を作っておいたぞと言ったフケは自らそれを担って町を巡って叫んだ 林在さんがわしのためにちゃんと総意を作ってくれた。わしは東門へ行って死ぬぞ。町中の人が競って後に続くと、府家は、今日はやめた。明日南門で死ぬことにする。と言った。こうしたことが三日続くと、もう誰も信じなくなり、四日目には誰もついてくるものがなかった。府家は一人で鎮州城の外に出て、 自ら缶の中に入り通りがかりの人を頼んで蓋に釘を打たせたこの噂はすぐに広まった町中の人たちが先を競って駆けつけ缶を開けてみるとふけの缶は空っぽであったそして人々はただ空中に遠ざかってゆく鈴の響きをありありと聞くばかりであったこの話は案外 わかりやすすいいと思います何が言いたいのか人間っていうのは普通は生きること死ぬことつまり生死の問題に振り回されるものですよねところがこのフケという人は生死に振り回されるんじゃなくて逆に自分の生死を振り回していますね自分の生死を振り回して仕事に使っているどういう仕事かっていうと町の人々に 生死に振り回されるのはバカらしいことだぞということを教える仕事に使っているんですね。そしてののの人たちっていうのはその反対ですね自分の生死どころか他人の生死に振り回されて東に行ったり南に行ったり西に行ったり北に行ったり引きずり回されているわけです。自分の仕事なんかほっぽり出して そしして最後に父家の死を見届けることがでできませんでした。つまり他人の生死さえちゃんと把握することもできなかった言わんや自分たちの生死親っていうことになるんじゃないでしょうかただフけが普段鳴らしている鈴の音だけは空中に聞くことができたそれだけは手に入れることができたんでしょうねその鈴の音というのはフけの教えでしょうね 自分の精子をしっかり捕まえてそれに振り回されるな自分の精子を自由自在に振り回せるぐらいの強い心を持てと多分そういう教えだと思いますそして臨済はそのフケの心を完全に理解していたフケが創意衣が欲しいと言った時にあっけは死ぬんだなじゃあ 引導を渡す,のは俺しかいないすぐ分かったわけですからそういう話だと思います臨在録のごく一部ですけれども朗読と解説は以上です最後まで聞いてくださってありがとうございました